皆さんこんにちは。声楽家のためのフランス語発音講座です。今日はね、講師の朝子さん、いつも家にいますけど本当にフランスに住んでるんですかと思ってる方も多いのかなと思ってたんですけど、ここはね、チュイルリー公園のパリのね、チュイルリー公園の中にある、クリスマス市場ですね、に来てみました。普通はね、パッサニテールを、パッサニテールってワクチンパスポートですね、こういうところは求められるはずなんですけど、今日は求められませんでしたね。結構ね、外国人なんかもちょっと久しぶりにパリ来たんですけど、フランス語じゃないね言葉もよく聞こえて、少しにぎわいが戻ってるのかなという感じがしました。こんな感じで、みんな思い思いに買ってね食べてます。ここはジョンボンアロス、オスは骨ですね、骨付きのジョンボン、ハムですね、ハムのサンドイッチですかね。ここはエスカルゴなんかがあるんです。マリオナこれは輪投げみたいなものですね。ショコラショジュドオンシュペッチョコ、ペッチョコってなんかね、中にね、マシュマロみたいなのが入ってる。もう歯が浮くねくらい甘い。結構普通に広がりますね。
ットは日本組だけど。あ、え、広い家、ふ、なんだっけ。が、レ、ふ、バクレス。母音が3つです。特に、母音を探して、読んでいきましょうね。バンショーっていうのはあったかい方がいいですね。なんかいろいろスパイスが入ってね。シソやディネマシン。次はね、おいしい。そんなわけで今日はパリからね、開けてきました。